またノーアウトのランナーを出しました日本ハム。これなんとか進めなきゃいけませんね。センター佐々木抜けました。フリトーは三塁を回った。片岡は三塁に行く。片岡センターオーバーのスリーベースヒット。フィアだ。長打コースだがどうだ。一塁ランナー三塁に向かう。二塁三塁スリーベースヒット。レフト前ヒット。素晴らしい当たりでした。そうですね、はい、もう左ピッチャーを打つ本当お手本のようなバッティングですね。ホームぐらいにかかったですね。1、2塁間。これもセンターです。ファール打たせるところで触れればいいんですけど、はい、これはどうだ。あ、取れません。3割2分7厘は得点圏打率。そしてこれ1、2塁間まで出た。ファールを打たせる。ショートの深いところが片岡懸命に走るが一塁送球は一塁はどうだ。セーフだ。セーフだった。ライナーが宇宙間へ飛んだ。バウンド2バウンド3バウンドフェンスまで行った。さあ片岡は二塁三塁を回った。ボールはバックアップされてくる。ホームインないかな。しかしこれは引っ掛けたバッティングです。サードゴロ。片岡ジャンピングスロー。一塁アウトです。ここはなんとか小坂が出られればというところですがどうか。アウトです。松井はバントをしたがこれはチームリーダー片岡が声をかけます。三塁線は取りました。そして一塁送球どうだ。一塁は間に合ってアウト。片岡のいいプレーが出ました。やってるってことになりますから。さあこれはサード片岡セカンドへ一塁ボールが返った。メンタルな部分も間違いなしだと思いますよね。あ、そうですか、はい、さあどうだ。これはサードが取ってそして一塁へ。一塁どうだと間に合ったか。これは片岡のナイスプレーになりました。高い領域も懸命に走ったんですが及ばず結局三塁二塁は残念に終わっています。うまい。右中間を破りました。逆転のタイムリー。二塁ランナーも帰りました。3対2逆転。インコースまたうまく打ちました。そうですね、ワンアウトランナー二塁チャンスが続きます。今